1月14日はララン藤岡に道の駅が大集合します。うわー、道の駅が大集合、はい、っていうのはどういうことですか？はい、1月14日の日曜日なんですけど、はい、午前10時から午後3時まで、うん、道の駅ララン藤岡でですね、うん、カンナカブラグルグラの旅、はい、道駅マルシェと称しまして、他の藤岡とカンナ富岡地域にある全部で8つの道の駅があるんですけれども、こちらの駅が1箇所に集まってですね、物産販売ですとか、はい、抽選会ですとか、そういった様々なイベントを開催する予定です。すごいじゃないですか。8つの道の駅が大集合しちゃうっていうことですね。はい。じゃあ、8つの駅をこの日は回らなくても、それぞれの特産品、はい、美味しいものであったりとか、いろいろ買えちゃうわけですか？1日で。すごい贅沢で貴重、はい、いや具体的な内容もうちょっと詳しく教えていただけますか？はい、噴水と今イルミネーションがやっているところが目印なんですけれども、はい、ふれあい広場という名前なんですけれども、そちらに特設テントがたくさん並んでいるんですけれども、それぞれの道の駅でしか味わえない特産品ですとか、そういったものの販売や、あとは試食会なんかも開催されます。最高じゃないですか、はい、もう美味しいもの間違いなくいっぱいありますね、はい、その他にも、はい、ステージイベント、はい、なんか盛りだくさんみたいですね。そうですね、たくさんご用意しております、はいはい、地元の鬼神三杉太鼓さんという、はい、和太鼓のパフォーマンスの集団の方がいらっしゃいまして、はい、そちらの方が熱いパフォーマンスをやってくれます。すごい、鬼神三杉太鼓って言ったら、はい、もういわゆる和太鼓の息を超越したすごいパフォーマンスって聞いてますけど、はいはい、すごいオリジナルの曲がたくさんありました。わじゃ伝統の和太鼓の技、はい、そしてそれを超えたものも見られる、はい、迫力がすごいかなと思います。年始ですからね。そうですね、1月なのでちょうどいいので、うん、他にもあれサウルス君、はい、今来てくれてるということはサウルス君のステージもあるのかな。あるんです。もちろんございます。はい、でもここにいるサウルス君、ごめんね、はい、神奈町のね、キャラクターですよね。はい、恐竜センターがあるから、はい、チャームポイントは もちろんもう画面 もうほとんどがそうなんですけど、大きい口ですね。口大きいのね、はい、あ、はい、こんな感じでちっちゃい子どもたちにはね、はい、噛まれるパフォーマンスというかがすごい人気で、だってなんかね、はい、嬉しいもん。大人の方でもね、うん、そう感じていただけているので、ぜひ皆さん噛まれにサウルス君に会いにも来てください。はい、他にも、はい、キャラさんたちってこの他にも富岡市のおとみちゃん、はい、 はい、あとはそのキャンペーンレディでシルクレディです、はい、富岡市の、うん、はい、の方ですとか、うん、あとは藤岡市の藤娘という方が、うん、はい、お二人ですね、うん、来ていただく予定になっております。そこで観光 PR をいろいろしていただく予定になっておりますね。いいですね、はい、午後1時半ですね、うん、その時間帯にですね、うん、群馬県宣伝部長のぐんまちゃんも登場予定となっております。すごいじゃないですか、はい、もうサウルスくん楽しみだね。ぜひ今見てくださってる皆さん、サウルスくんどうぞ PR をよろしくお願いします。みんな来てってさてさて、その他にも見どころ盛りだくさんなんですね。はい、そうですね、ステージイベントもちろんご用意しておりますけれども、その他にも花の交流館1階のイベントスペースというところでも木工体験ですとか、そういったもののワークショップのブースが複数設けられております。さらに、物産のところで言いますと、500円以上お買い上げのお客様を対象にですね、道の駅ならではの商品が当たる大抽選会も開催します。これじゃないですか、はい、特産品を買って、はい、抽選をしてさらに特産品が当たるかもしれない。もう最高、もうお年玉付きですね。ですね、最高。それなので本当に1月なんで年始の運試しでも最適かなと。じゃあ外れはない？外れはないです。あ、よし、はい、最高ですね。ぜひもうね、いよいよお買い物して美味しいもの食べて、でも木工体験などね、体験コーナーもあると楽しめて、そうですね、小さいお子様から大人まで、ね、でステージはね、サウルス君たちとノリノリになって最高の一日になりますね、はい、サウルス君はステージイベント以外もいるの？会場に時々来てくれるかな。本当に、はい、では、まあ、サウルス君からそしてヒューガさんから、はい、今ご覧の皆さんにメッセージを改めてお願いします。はい、ララン藤岡ですね、現在イルミネーションも開催しております。
ですのでこのイベントが終わった後でも、イルミネーション点灯しますのでお楽しみいただけるかと思いますので、はい、ぜひ皆さんお揃いでお出かけいただければというふうに思います。ぜひお待ちしております。もう見るだけのイルミネーション、それだけでも綺麗なんですけど、観覧車があったり、はい、そこも綺麗ですかね、はい、ぜひ2024年1月14日皆さんもう道の駅マルセで楽しんで、夜はキラキラでもうワクワクいっぱい味わっていただきたいと思いますね、サールスくん。はい、さあということで1月14日ラランフジオカとってもにぎやかになりそうです。ぜひ皆さんお出かけしてくださいサールスくんも待ってます。おすすめの動画はこれっす。チャンネル登録もよろしくっす。